はい、時計は午後10時30分を回りました。小室由里の夜サプリ、今週も30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する AK インフィニティ、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、恋愛スキル協会リコモ、占い癒しところ薬務庵、琉球食経ダイアログデザインラボ提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里です。私小室由里、他の方よりも多分ですけど、何かプレゼントというか差し入れとかちょっとしたものをいただく機会って多い方だろうなと思うんですけど、スマッシュヒットなものをいただきまして、ちょっとその話をしようかなと思うんですけど、木曜日の22時30分から FM 大和さんでオンエアしているこちら七つや千柄寺屋のパーソナリティの沢地さんいるじゃないですか。沢地さんと一緒に番組をやらせてもらってて、小室さんこれいるって出されたのが鳩サブレだったんです。鳩サブレなんですけど、妙に重いんですよ。重たいんですよ。なんだと思います？鳩サブレの鏡だったんです。でっかい鏡じゃないよ、あの持ち運びできるタイプの手鏡っていうんです。で2枚合わせになってて、一つは普通の鏡で、一つは3倍大きく見える、でっかくなっちゃったって、あの見える鏡ね。そんな鏡をいただきまして、なんか久々にこう小室由里のガジェット欲っていうんです、なんていうの、可愛いもの、可愛いもののこの人の定義もいろいろあると思うんですけど、小室由里が思う可愛いをズキューンと貫いてくださった、そんな鳩サブレの鏡をいただきましてね。でこの鳩サブレの鏡って本店にしか置いてないんで、本店かウェブ上でしか売ってないらしくて、ちょっとね話題になってるそうなんです。よかったら調べてみてください。鳩サブレ鏡、鳩サブレ調べてどうすんだっていうねあー小室由里ってこういうの好きなんだっていうのがなんとなく分かってもらえると思います。小室由里が可愛いなって思うものって、ちょっとねゆるいゆるいの、ゆるキャラの靴下とか、ゆるキャラの靴下だけだとダメなのよね。ゆるキャラとご当地のお土産物、例えばくまモンとか、例えばシルコサンドとか、何か組み合わさったご当地キャラかけるお土産品みたいなコラボの、その土地に行かないと買えない、そういう靴下集めてます。500円プラス消費税、540円ぐらい集めてます。もう一回言う、集めてる買ってこいって話か。そういうね、ちょっとゆるくてプって笑っちゃうようなものが好きなんですよね。なので私の靴の中が大渋滞ですキャラ渋滞してます。ブーツ脱ぐと小室さんの靴下えらい可愛いですねって、なんかこうねギャップが楽しいんでしょうね。小室由里のギャップ萌え、なかなかですよ。小室由里喜ばせたいなと思っているそこのあなたは、いかにギャップを作るかっていうことを意識してもらうと
プッて笑うと思うんで、はい、やってみてください。いつやるの。ということで今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。このコーナーは私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。4月になりましていろいろこう法改正があった中で男性の育休に対するさまざまな制度というものも変わっているんですね。このお話をしていきたいなと思います。今週のテーマ男性の育休所得。おう真面目だな。真面目か。いや真面目ですよ、はい。そして毎月2週目は共感一言サプリ。映画、ドラマ、漫画などに共通するキャラ理論で異性に好かれる魅力をまとう漫画演出の専門家、共感コミュニケーショントレーナー新田昭嗣先生にご担当いただく男と女の幸せ演出。今月のテーマは関係性のクライマックスをイメージさせよう。クライマックスってどういうこと。楽しみにしていてください。DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリもお届けしますよ。4月になりましたからね。今週のテーマは新年度スタート編です。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想リクエスト教えてゆり先生へのお悩みなどお待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com。 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com。 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ。私小室ゆりが気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております気になるサプリ。今週はおここを切り込むといったそんな話題。中小企業の事業継承に役立つメディア次の時代からニュース引っ張ってまいりました。お借りしております。男性育休2022年4月からの法改正のポイント、企業に必要な準備も解説ということで、この4月から男性の社員に対してお子さんが生まれると聞いた経営者、事業者、企業は育休どうする、いつ取ると告知をしていくことが義務化されたんです。なのでちょっと勘違いしやすいのが、育休を取らなくてはいけないのではなく、育休いつ取るのと声をかける、で育休を取ってもらう、ここまでが義務化なんですね。育休という制度自体はこれまでもちろんあったんです。なんですけれども、これまで2020年度で 12.65% までしか取れてないんですね。その前年度の2019年は 7.4% だったので、まあ増加傾向にはあるんですけれども、国際的には全然低い水準です。ちなみに国の目標としては 13% なんだそうですね。いやこれね、まあ気持ちは分からなくないんですよね。その空いた穴どうやって埋めるのっていうのは、お伺いしている講演会の中でのワークショップを私育休についてはやってもらうんですけど、やっぱりここなんですよね。空いた穴どうするの、どうやって塞ぐっていうのが、企業間でみんなで共有できてないと、休む側も休まれる側もなかなかしんどい。この話って育休だけじゃなくて、看護師さんの世界にも実はあって、時短さん、要は時短でスポットで働く看護師さんっていらっしゃるんです。で時短なので、まあ短いお時間でお仕事上がっていくわけなんですけれども、現場は24時間動いてるじゃないですか。その穴誰が埋めんのっ
っていうので、この時短さん、短く働いてお子さんを迎えに行ったり、短く働くことに対する理解っていうのがまだまだ日本の価値概念としては低いんだろうなというのを感じましたね、うん、で2022年4月から育休の周知、意向確認が義務になりましたと。目的としては育児休業を取得しやすい雇用環境を整えること。まあ一言で言うと、育休を取りやすい社内の雰囲気づくりを作っていきましょうね、やっていきましょうね、これが目的なんだそうです。で今回のポイントは、中小企業、大企業に関わらず全ての事業主に適用されるということ。なのでお子さんが生まれた、もう全員社会全員が育休いつ取るのと周知していくことがこの4月から始まってます。で実際に今年の10月から出生時育休制度というものも始まるんだそうですね。目的としては、お子さんが生まれた出生直後の期間、この期間に柔軟な育児休業の枠組みを作ること。いわゆる男性の産休、女性にね産休はあったんですけれども、男性にも産休を作ろうと。女性が出産してこの1ヶ月2ヶ月3ヶ月ってほんとめちゃめちゃ大変。まあ私ね、あの出産経験がないんで自分の体験談としてはお伝えできないんですけれども、もう何をやっても男性は怒られると、何やっても女性はイライラしていると、たくさんのミスコミュニケーションがこの1ヶ月2ヶ月3ヶ月の産休の中で起こりやすい。そここそパートナーシップを発揮する場所、発揮する期間、男性も産休を取って一緒に子育てのスタートアップを切っていく。まあ、これは私の解釈なんですけれどもね。これを企業側からも国の制度としてやってくださるっていうのは非常にありがたい取り組みだなと、まあ、外野の一人として思っているんですが、ここでね、いざ産休取りますと言って家庭に入るじゃないですか。その時に男性側が知っておかなくちゃいけないの、これも必須です。女性のホルモンバランスの影響というものは知ってから家庭に入らないととんでもないことになる。さっき何やっても怒られるって言ったじゃないですか。なぜ怒られるのか、これ女性のホルモンバランスの激変のせいです。女性のせいじゃない、パートナーのせいじゃない、ホルモンのせいなの。もう一回言う、女性ホルモンのせいなの。だからお相手責めると後々にここ響いてきますよ、ということを知っていただきたい。同時に女性自身も自分が思ってもいないような体の変化、心の変化が起こる時期なんだということを知っておかないと、これがきっかけでセックスレスになったりっていうことは十分にあり得る。なのでね、この育休の義務化、非常にいい取り組みだということと同時に、実際にこの2ヶ月3ヶ月共に過ごす時間をどうやってより良いものにしていくかという心構えも持っていくことが大事だと思います。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。熊本三大名物いきなり団子、
さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。毎月2週目は共感一言サプリ。ご担当いただくのは映画、ドラマ、漫画などに共通するキャラ理論で異性に好かれる魅力をまとう漫画演出の専門家、共感コミュニケーショントレーナー新田明嗣先生です。今月の男と女の幸せ演出のテーマ、関係性のクライマックスをイメージさせよう。それでは新田先生、よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは。共感コミュニケーショントレーナーの新田明嗣です。女と男の幸せ演出、今回のテーマは関係性にはクライマックスをイメージさせようというものです。映画でもドラマでも漫画でも一つの物語の中には必ずクライマックスがありますよね。クライマックスというのは言い換えるとその物語の山場になります。実は男女の関係性においてもこうしたクライマックス、つまり山場というものを意識することで関係性が深まっていくことがよくあるんです。クライマックスといってもイコール結婚というわけではありません。お互いの関係性がステップアップする局面という考え方です。例えばまださほど親しくなっていない男女であれば、2人でちょっとしたデートに行くようになるとか、お付き合いが始まったばかりの2人であれば固さが取れていく段階に至るなどですね。男女の関係性におけるクライマックスを経て次のステージに行き、また新たなクライマックスに向かっていくという繰り返しになります。このクライマックスで一体何が起きるのか。恋愛ものの映画やドラマだったら別れの危機があるとか、劇的でドラマチックな展開が用意されていますけれども、日常生活の中でそんなことばかりだと心が持ちませんよね。ここで言うクライマックスというのは大きな感情を共有するということなんです。心理学で吊り橋効果というものがあるのを聞いたことがあるでしょうか。吊り橋の上のような不安や恐怖を強く感じる場所で行動を共にすると恋愛感情を抱きやすくなる現象のことです。今回のはそれと似たようなものなんですけれども、大きな喜びを共有するということで2人一緒に何かを達成したという経験を作り出すんです。例えば女性側が何かの資格を取ろうとその準備を始めたとします。そこで男性側は女性が資格を取るために勉強している姿を応援したり、同じ資格を持っている人に話を聞いて伝えてあげるなど、2人で資格試験へ挑んでいくようにするわけなんです。めでたく資格が取れたらその喜びを分かち合う。ポイントは2人の目的を合わせることです。そしてもしできれば達成するまでは2人だけの秘密にしておこうと、2人だけしか知らない秘密にできればベターです。こうした目的共有、秘密共有、そして喜びの共有の中で今まで見えていなかったお互いの一面が見えてきて、成功体験とともに信頼関係を強めることができるんですね。それでは今日はここまで。次回もどうぞお楽しみに。共感コミュニケーショントレーナーの新田明嗣がお送りしました。2人で目的に向かってまっすぐに向かっていく、これって男女間の話もそうなんですけれども、
チームビルディング組織を作る時のコツでもあるなと思うんですよね。一つの目標に向かってみんながまっすぐに向かっていくと目的達成しやすい、まあ、これもねチームって男女も同じですよね。パートナーシップってつまりは一つのチームだと考えれば一つの目標を二人で持つというのは非常に有効なスキルだと思います。新田先生ありがとうございました。エンターテインメントの手法を応用したビジネスからプライベートにまで使えるコミュニケーションノウハウについて詳しくお知りになりたい方はダイアログデザインラボホームページまでお問い合わせください。インターネット検索はダイアログデザインラボでお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週は新生活スタート編、いろいろなことがスタートしておりますよね。それでは今週も新年度にふさわしくセクシーに参ります。お羊座、ご近所をお散歩しない、隠れてイチャイチャできるところ探してみましょう。お牛座、全身が見える姿見を変えたいの。あなたと私のみだらな姿に興奮しちゃいそうよ。双子座、カーテンを買い替えましょう。夜は締め切って。やだ、何しちゃうの。蟹座、歯ブラシを取り替えましょう。キスする前のエチケットタイムよ。獅子座、ふわふわなタオルを買いに行きましょう。お風呂上がりに私の体拭いてくれるわよね。乙女座、思い切って新しい下着買っちゃおうかしら。やだ、どこ見てるの。私だけを見てね。天秤座、お風呂用のボディタオルも買い替えなきゃね。背中の流し合いっこ、あなたとしたいわ。サソリ座、新しくお料理を習い始めてみようかしら。素肌にエプロンでおもてなししてあげるから。いて座、色の変えられる照明をセットしましょう。ピンク色なら興奮しちゃうでしょ。ヤギ座、家計簿をつけ始めてみるわ。ゴンドームの費用増しは愛の証ね。水亀座、家電も買い替え時かもね。大人のおもちゃも欲しいかな。魚座、思い切ってお布団を買い替えましょう。ふっかふかのお布団にくるまれて一緒に朝迎えてみない。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生のオンラインでの鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、薬毛、漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。お待たせしました。何が？小室ゆり公式 LINE配信中です。はい、ずっとねやりたいなやりたいなと思ってなかなか着手できなかったんですけれども、満を持して公式 LINE ただいま配信中です。ぜひご登録のほどよろしくお願いいたします。どこで登録したらいいの？小室ゆりツイッ
Twitter、 そして Facebook、 こちらで QR コードを配信しておりますので、ぜひ読み込んでいただきたいと思います。あ、ホームページにも貼っておきますので、どうぞ配信のチェックしてください。小室ゆり公式 LINE 配信中です。そして YouTube 友達 TV ウィークエンダー内、小室ゆりのネットでウィークエンダー、こちらもポチポチとご登録いただきましてありがとうございます。私小室ゆりが実際のニュース記事をもとに日本の政治情についてお話しさせていただいております。今日ねコーナーの方で取り上げました男性の育休なんかもやっぱり取り上げておりますね。今後はねゲストさんをお迎えして深い話していきたいなと思っております。楽しみにしていてください。 YouTube 友達 TV ウィークエンダー内、小室ゆりのネットでウィークエンダー、毎週土曜日22時配信です。ここまでのお時間は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、あなたの強みを発見する AK インフィニティ、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、占い癒し処八雲庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食系、ダイアログデザインラボの提供でお届けしました。この後はうまく腕やなばらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。FEC チューンド、水曜日の担当は比嘉亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。アニョハセヨ来たよ。なんだろうね、あのなんであんなに癖になるの。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。男は子供のようなものだと分かったのなら、あなたは男のすべてを知ったってことよ。フランスのファッションデザイナーココシャネルの名言です。男、子供ですよね。でもその子供っぽさがまた女性にとっては魅力的に映るんですよね。いつまでも可愛い子供でいてもらいたいなと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたへ。